2023年リトルマーメイド実写映画公開。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。今回アリエル役は黒人歌手のハリー・ベイリーさん。ものすごい楽しみなんですけど、このアリエルの配役について賛否両論が巻き起こってますよね。どんな賛否両論が起きてるのかというと、日本ではどちらかというと差別的な意味はなく、純粋に作品として完成度を求める声、アリエルのイメージに合っていないとか、原作に忠実ではないっていうものが多いみたいです。私もね、アニメとか漫画大好きなので、そういうところにクオリティを求める気持ちもめちゃくちゃよくわかるんですけれども、今回に関してはちょっと違う気持ちになりました。皆さんにもね、ぜひ見てもらいたいなって思う動画があるんですけど、このリトルマーメイド実写と予告編を見た黒人の子供たちの反応、それをその子たちのお母さんが SNS に上げているのでね、ぜひご覧になってみてください。本当に小さな子供たちがハリーベリーさんのアリエルが映った途端、私と同じ肌の色だということですごく喜んでるんですよね。もう日本では考えられないですよね。こんな喜び方する子供が現実にいるんだっていうことが、もう本当に胸が締め付けられました。たとえ原作と肌や髪の色が違くても、それによってこんなにハッピーな気持ちになる子供たちがいる、そのお母さんたちもきっと幸せだと思うし、なんかもうそれだけで本当に最高っていう気持ちになったのが私の感想です。そしてハリーベイリーさんの歌声が予告の一瞬でも本当に素晴らしすぎたし、もう映像も美しいし、普通に作品としてめちゃくちゃ楽しみです。見て見て、黒人でドレッドヘアのアリエルも可愛くないですか？